戦意王皇御史は、李氏朝鮮第二十代国王慶州の慶出である。本願は、皆十王子。死亡は、高澄王大妃。歴代の王大妃の人物の中では、創生してしまった人物でもある。戦意王皇は、ハンスン部高市共謀に生まれ、慶州の王政史時代に、前妻の聖死品陳死が若くして亡くなったため、1718年に13歳で、 軽出として嫁いだ。慶州即位後は小論は慶州夫婦につき、老論は慶州の弟の延君を支持し、これによって兄弟の中をどんどん引き裂いていった。老論は権力維持のため延君を王予定に作法しようとし、王はこれを承諾したが、延君に代理調整まで任せる話を出すと、小論側は老論が慶州を殺害しようと計画したと告げたことから、 ローロンは没落した。そして繊維陽光は、逆続、リリンサと結託し、小論と共に、三井高くん、リヒロシを養子に迎えて野辺くんを退けようとしたが、野辺くん率いる、ローロンは、慶州を毒殺し、計画は、水の泡となった。慶州亡き後、繊維陽光は、大大大となったが、栄とは不仲であった。七百三十年に、二十五歳で崩御した。 ありがとうございます。